ゴはね、いちごちょっともういちごって聞いたらもう全部思い出しそうですね、今日のこと。ああ、でもこれ中古で買った人は危ないな、これ。いや、危ないですね。こういう落とし穴あるんですね、やっぱね。前のね、持ち主が設定した暗号っていうか、パスワード。純正だからついてる。ああ、そうっすよね。社外品だったらここまで硬くないかもしれないですね。わかんないですけど。取ったくなる。これ先に取るんじゃないですか。あれでも大輔君は先にこっち取ってた気がしたんですけどね。こっちか。いやでも多分どっちでもこっちどっちでも大丈夫だと。はい。ライト内張り剥がしでね。いや、使っておお、いいですね、いいですね。はい、で、あと、あ、ゴム外してもらってていいですか。あ、これ周り、はい。あれ取れませんがな。はい、取れました。あ、そんないっぱい剥がさなくていいな。はい、大丈夫ですね。あとはこれグローブボックスもじゃあ外していただいちゃって大丈夫ですかね。グローブ、はいはい。とりあえずこんな感じでライトニングさんの配線ガイドで、配線投資でいってます。カシャカシャ来てますね。カシャカシャ言ってますね。やっぱ多分突っかかると思うんですよね、どっかしらで。でもそこ外しますか結局のところ前回はね、ここ外したんですけどね、私と大輔君がやった時は。ただ距離的に結構ライトニングさんが持ってる配線投資が長いんでいけるかなって思ったんですけど、いけんのかな。曲がってしない。よいしょ。あっ、来てる来てる来てる、来た来ましたよ。はい、あ、チェッカーで、はい、これさ、で問題はそれが太いんで、これ、そうか、うん、そうだよな、うん、ちょっとこれがここ通らないわけですよ。ああ、行くか。とりあえず挑戦してみます。行っちゃうか。よいしょ。あー、でもきついな。ちょっと引っ張って結構当たってますね。あー、ここね。おお、通りました。はい、パチパチパチ、オッケーです。でもよくもっと巻いとけばよかったね。これ危ないね、これ。うん、そうですね。やっぱ結構これ太いやつは特にそうっすよね、うん、当たるんで巻いといた方がいいですね。結構、うん、もう剥がれそうですよ、これ。ですよね、うん、結構がっちりめに巻いといた方が間違いないです。いや、でもすんなり、結構すんなりいきましたね。これすんなりですかね。はい、結構すんなりいったと思いますはい、これでもうここは OK ですね。あとはもうフロントで電源とビデオコード引き回して終わりです。はい、今ね、配線のとどめを刺してる途中なんですけど、でついでにさっきのなんちゃらかんちゃらのやつですねアマゾンスティック用のやつで、今度は入力端子を増設しないとないっていうことなんですよね、標準だと。はい、ついてないんでこの型式のコードですかね、オプションコード。はい、これをベッド用意してその青いところに差し込むと、はい、そうすることによって入力信号を今度受け付けるってことですね。それでもうここ狭いから、はい、もうなんか、まあ、今来ない機材とか全部ここっていいのかな。ああ、どういうことですか。みんなが来るんですよ。まだ来てない。あ、そっかそっか。それをどこに置くかって考えると、はい、あ、ここら辺でまとめるか。うん、なんかこの後ろがもうないんで。結構そうですよね。このナビ裏がギチギチなんですよね。うん。うん、スペースがないんで、そうですね。こっち下が結構空いてるんで、そっちにします。はい、わかりました。まあそう、ここに差し込んで、そっちに持っていくということですね。はい。これどうですか。すげえな、タントさん、これライトニングさん、どこにあんのこれ。完璧じゃないですか。すごいいいっすよね。完璧ですよね。ああ、完璧ですわ。綺麗ですよね。綺麗。なんか言わしてる感があるかもしれない。あの3メーターもの34メーターの長いやつもう全然は、その端っこ見てください。こっち、その下ですね。そのここなんですよ、ここ。ああ、そのここ、はい、はあ、綺麗。綺麗ですよね。はあ、頑張りました、私。頑張りました。ここはね、やっぱ配線はどうしてもこだわりたいたちなんで。一生懸命スマートに。はい。でですね。どうしようかな。その。ファイヤースティック。ここって。いや、あんまりここ飛び出るのまずいと思うんだよな。ちょっとあれですよね、具合を見ながらですよね。これはい、ですよね。これをね、埋め込むんですが、ここってやっぱエアバッグだから。あ、そっか、それエアバッグですか。そう、エアバッグ。ああ、だからやっぱ横にしたいっていうのはそういうことなんですね。横にしたいですよね。で、問題は横にすればいいかなと思ったら、ここにこれ飛び出てんだよな。どうしよう。ここ削っちゃうか、これ。ああ、ありかもしれないです。これいらないよね、ここ。そうですね。ここ。あれ？結構削らないといけない。ここ削ったら？削ってもダメか。ここが本当はここら辺に出るといいんだが、はい、ここっていうのはここだよね。位置的にいっちゃうか。大丈夫です。その軽いノリで穴だけ開けりゃいいでしょ、これ。うん、穴、そうっすね。開けた後でこうカポってつけるイメージですよね。そうそうですね。まずこっち穴開けて決めたら、それに合わせて穴開けマーキングして、そこだけ穴。そうですね。こっちからマーキングしてちょっとした穴開ければってわけにいかないのか。この大きさ必要なんだよね。これ飛び出るから、まあ同じぐらいですね。やっちゃえ、同じぐらい。さすがです、ライトニング先輩、さすがです。で、ということはもう好きにやれってことだから、でもできるだけ奥の方がいいってことで、28センチっていうのは僕自信がなかったんで。あ、もう先にやられてるんですね、そういうこと。そうそう、これを。さすがですね。28パイ。はい。これが下穴の寸法でございますね。それを。ああ、素晴らしいですね。こっちに穴開ける？こっちに開ける？こっち側の方が加工しやすいんじゃないですか。はい。できるだけこっち側の方が関係でか、この辺か。さすがですね、準備いいですね。こうするとこれが28センチ、はい、でこれでドリルで今開けて、あとはゴリゴリ、はい、ゴリゴリ。私が思ったのはこういうイメージです。ちょん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 って、要はプラモデルのランナーみたいな感じでこう開けてって、でニッパーで切り抜けば。ということは細いやつで。そうですね。細いやつで穴開ける。まあ細いやつでも太いやつでもあれですけど、要は感覚でどんどん開けていけば。こういうとこ、そうですね、端っこから攻めちゃって、はい、でどんどんこう等間隔で。そうですね、そんなイメージで。ということ、そうですね。で、あとは本当にニッパーでポツンポツンポツンってやれば切れると思うんですけどどうでしょう、どうでしょう。ああ、やってみますか。やってみましょう。これでパッキンパッキン、はい、ちょっとこう間をですか。これ随分年季が入ったニッパーですね。これはもう7年じゃ効かないですね多分もう10年以上とかそんな感じかもしれないです。おどうですか、いいじゃないですか。でこれで、あとはもう仕上げで、仕上げをやればいいんですね。そうですね、私の大好き。あったの、あ、でも崩れ出てもいいんだよね。最後はもうどうしても人力ですね。綺麗になる。でかさっきの私のヤスリでできます。ああそうですね。あっちのが丸になってるので習うかもしれないです。どうですか、やりやすいですか。ああいいですよこれ。いい感じですかやっぱり。綺麗になりましたね。うん、あ、いい感じじゃないですか。いいですかね。ちょっとはめてみます。まだダメですか。広げ足んないですか。もうちょっと。もうちょっとな。これ大きめだな。何事も。ああ。要はここを越えなきゃいいんだよね。そうですね。そこでストッパーするってことですね。もうちょいですね。はい、一応ね、配線の方がこんな感じでまとめてみました。はい、まあね、後ろにこう来てでこうまとめてって感じですね。結束バンドでね、はい、でっかいユニットはここで固定ですね。はい、こんな感じでございます。で下に行ってですね、電源、アース、ビデオ信号がこう中下通って、あ、暗いなこれ。暗いかもしんない。ああ、あれははい、これがビデオですね。ビデオ端子でね、あ、ありましたね。はい、プラスマイナスの電源をこう純正のコードにはわして、でセンターにまたね上がっていくっていう感じですね。はい、で長かったビデオ端子ですね、今回長すぎたんですよね5メートルぐらいでプラスね1メーターしてるんですけれども、まあその辺はこの隙間に、はい、こんな感じで まとめて収めてます。だから結構すっきりした感じでね、先ほどライトニングさんにお褒めいただきましたんで、はい、完璧な仕上がりだと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。